皆さんこんにちは、卓球センター .jp の吉岡です。久保です。今日はですね、初級中級レベルの方におすすめしているハイエンドラバー2個前、中級レベルのラバーのポテンシャルがどれくらいあるかっていうのを試写してみてやってみたいなと思っています。古川コーチは今ベガを使ってるんですよね。そうそう、ベガ使ってます。両面ベガ、両面ベガ。実際にベガを使っている古川コーチの、感想だったりとか、ちょっとそういったのもラバー選びの参考にしてもらいたいなと思います。お願いします。
今日はですね、ベガとロゼナとヘキサのパワーグリップをシェアしてみたんですけど、ステナジーだったりとかディグニクスとか、まあ、いわゆるハイエンドランナーと、まあ、そこまで大きな差はないかなっていうふうに僕はちょっと感じたんですけど、まあ、もちろんね、高級ラバーって呼ばれるものたちよりやっぱ品質がいいんで、この中級レベルのラバーで足りないところとかももちろんあるんですけど、この初級中級レベルの方にとっては十分に性能は高いかなと、使う人によってはとってもいいラバーかなと思います。自分に合ったラバー選びは参考に使ってみてください。ありがとうございました。